ドライバーが得意な人とドライバーが苦手な人の決定的な違いについて解説をしていきます。90ギリゴルフレッスン TV。 昨日アブに刺されてしまって腕がパンパンになってしまっているブーンブーン鈴木です。このチャンネルは難しい理論ではなくて、あなたが実際にできるようになってしまう方法をお伝えしていくチャンネルです。で、今回の動画はドライバーが上手くなる人となかなか上手くならない人の決定的な違いについて解説をして、そしてですね、動画の最後にはドライバーが上手く打てるようになってしまう、得意になってしまうための練習方法、コツを紹介していきますので、ぜひ最後まで見てドライバーを得意になってください。で、今回も3つのステップで解説をしていきます。まずステップ1では、ドライバーがうまくいく人とうまくいかない人の決定的な違いについて解説をしていきます。そしてステップ2では、それをね、多くの人がやろうとしてうまくいかない、なぜうまくいかないのかというところをですね、解説をしていきます。そしてステップ3では、これがね、うまくできちゃう方法、簡単にできる方法、まあ、皆さんがイメージしているのとちょっとね、違ったやり方をしていきます。そうするとうまくできるようになりますので、その方法を紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。まずステップ1から解説していきます。ドライバーがうまくいく人とうまくいかない人の決定的な違いですね、は当たる瞬間ですね。当たる瞬間に手の方がヘッドよりもボールよりも左側、前側に出てくる人、これはドライバーがうまくいきません。まあ、スライスが出てしまったり、すごい左にフックしてしまったりということが起きてきます。手の方が先に行ってしまう人、これがうまくいかないということですね。で、もう一つうまくいかない人は、手が前に行かないようにヘッドの方を先に持ってこようとした時に、ヘッドを先に当てようとした時にヘッドがすごく外側から降りてきてしまう人ですね。遠くから降りてきてしまう、体の外側から降りてきてしまう人、これ実は体の外側から持ってこようと思うとですね、実は手の方が先行しづらくなるんですね。ヘッドの方が先に行きやすくなるので、少しね、当たりやすくなるんですけれども、これだとやっぱりグイーンとスライスしてしまったりとか、これも左に行ってしまったりとか、まあ、特に距離が出づらいわけですね、これだとね。なので、できなきゃいけないことというのは、ヘッドが先に来る、手よりもヘッドの方が勢いよく走ってくるよということ、かつ、ね、ヘッドが内側から来てほしいと、ね、内側からボールに向かって当たってほしいということですね。まあ、この2つができなきゃいけないと。この2つができる人がドライバーがすごくうまくいく人ということですね。で、どちらかができない人ね、手が先に行っちゃう人、もしくはヘッドを外から持ってきてしまう人が、ドライバーがなかなかうまくいかないということですね。ではステップ2で、これをね、解決しようとしてなかなかうまくいかないという人が多くいますけれども、まあ、何が起きているかというところですね、解説をしていきたいと思います。まあ、多くの人がですね、まあ、ヘッドが遅れてる、振り遅れてるというのをなんとなく感覚的に感じたり、人の指摘されて分かっていて、ヘッドが遅れないように早くしようとするということをしていると思うんですけれども、まあ、その時にヘッドが早く行こうとすると、どうしてもですね、クラブというのは外側から、手がね、手やクラブヘッドというのは外側から降りてきてしまうんですね。なので、うまくいかないということなんですね。で、その時に大事なポイントはですね、右手が伸びていくことなんですね。右手が左手よりも遠くへ行くように伸びてくると、ヘッドは手を追い越すように行ってくれるし、内側から来るんですけれども、この時の右手の伸ばし方がね、多くの人が間違えていてうまくいかないということですね。多くの人がフォローで右手が伸びているプロの写真を見るので、自分から向かってこう左側というか、目標旗の方、自分の打ちたい方向に向かって伸ばそうとしちゃうんですね。そうするとクラブは外から降りやすくなっちゃうんですね。目標の方に向かって手を伸ばそうとするとクラブは外から降りやすいので、そこのね、イメージを変えてあげる必要があるわけですね。伸ばす方向、実際に打った時は目標の方に右手が伸びていくように見えるんですけれども、実際は
違う方向に右手を伸ばします。でも体が少し回転するので、まあ、目標の方に伸びているように見えるということなんですね。なので右手を伸ばす方向を少しね、変えてあげる必要があります。そうすると、うまく軌道も良くなるし、ヘッドも振り遅れず、手の方が先に行くという振り遅れという現象にならずに打てるようになるということですね。でこれをステップ3で分かりやすくできる方法を解説をしていきます。ではまずクラブをですね、ドライバーを持っていただいて、家の中でやる場合は短いクラブでも全然構いませんので、まず手をね、こう上下に、少し離して持ちます。これでバックスイング、体をしっかり回したトップの位置を作ります。ここから右手を伸ばすんですけれども、イメージとして右手の伸ばす方向は正面、ね、僕で言うと今このカメラに向かってですね、正面に向かって伸ばすイメージです。ちょっとね、誤解しやすいかもしれないけれども、ちょっとここにあるバレーボールをカメラの方正面に向かって飛ばすようなイメージくらい、ここにあるボールを前に打つようなイメージくらい前に向かって右手を伸ばしていきます。これをするとヘッドは実はですね、簡単に手を追い越していきます。これがこっち側に向かって伸ばそうとすると、ここでは走ってるように感じるんですけど、実際当たってる瞬間は手の方が先行してきていたりとか、無理やりやろうとするとクラブが外側から降りてきてしまうということが起きてきますが、正面に向かって伸ばすイメージですね。これで何回か素振りをしていきます。素振りで、ね、素振りでイメージしていきます。実際こんなこと考えながら打つの難しいので、素振りで感覚を身につけていきます。あ、そうすると人間というのはね、あ、こうやって右手を前に向かって伸ばすとヘッドは実は逆に遅れないで走っててくれるんだなという感覚がね、分かってきますので、痛い、アブに刺された腕が痛い、よいしょ、前に向かって伸ばすイメージで素振りを何回かしていきます。そしたらですね、練習場で打てる人はこのイメージで手を離して振り上げたら、少しここからイメージとしては少し前に出すようなイメージで打っていきます。自分の感覚では前に出すような感覚を少し持ちながら打っていきます。そうすると自然とクラブヘッドは手よりも先に行ってくれる、追い越してくれながら、しかも内側から来る、ね、よくシャローイングとか最近よく言いますよね。このクラブが寝てくるよとか、ね、内側から下ろしたいと、首ちょんぱならないようにしたいよっていうよく言うんですけど、その動きは自然にこれをやれば身についてきちゃうよと。前に伸ばしてくるときにね、外から来ることはないですからね、前に伸ばすイメージを持ちながら打ってください。そうすると、ね、ヘッドが走っていく感覚が分かりますし、ね、内側から当たるという感覚も分かります。そして右手が伸びる感覚も分かってきて、結果的にフック、少し左に曲がるドローボール、きれいに左に曲がっていく球が打てる感覚が分かります。それが打てると、ね、ドライバーは非常に安定して打てるようになってきます。なのでまずはこのドリルで少しね、左に曲がるくらいのドローボールが打てるように練習をしていってください。そして感じがつかめてきたら、手をね、だんだん近づけてきて、手を揃えて、まあ、同じようなイメージですね。前に向かって手を伸ばすようなイメージを持ちながら打ってください。そうするとここで気持ちよく振り抜けていく感じが分かりますから。で、これをやるため一つ重要なポイントが、アドレスした時にですね、右手を伸ばしていくので、ちょっとね、離れておいた方がやりやすいです。あまり近すぎると右手を伸ばした時当たらなくなってしまうので、少し離れ気味にして右手を伸ばして打つようにしてください。アイアンの時よりもボール1個から2個ぐらい少し離れるように、ボール1個から2個ぐらい離れるようにして、それで右手を伸ばしながら打っていく。そうするとスライスしなくて綺麗なドローで打っていけるので、安定した球が出てきますので、少しちょっと左に曲がるような球が練習中打てるようになると、かなり安定感が出てきますので、そういう球をね、打てるようにしていくと、ゴルフがどんどん上手くなっていく、ドライバーがどんどん上手くなっていきますので、こういったところをですね、意識して練習をしてください。で、このチャンネルはですね、難しい理論の説明とか、ただ形、基本だけを教えるチャンネルではないんですね。
実際に皆さんができるようになっていく方法をレッスンしていくチャンネルなんですね。まあ、僕自身も1万時間以上ゴルフのレッスンを個人レッスンでやってきましたし、まあ、自分自身もツアープレイヤーとして活動してきたりとかですね、まあ、いろんな経験、いろんな研究をしていく中で、アマチュアの皆さんがですね、特に上手くなっていく方法、ね、アマチュアの皆さんがぶつかってしまう壁というのはね、結構共通している部分があるんです。ここがうまくいかないというところがあって、それを突破していく、それを乗り越えていくための方法、練習方法を分かりやすく紹介していくチャンネルになっていますので、しっかりチャンネル登録をしてもらって、これからの動画を見て練習していってもらうと、どんどんね上達していきますので、また分からないことなどありましたらね、コメント欄に書いてもらえればですね、できる範囲でお答えしていきますので、ぜひそちらもね利用していただければと思います。あとブンブンスイッカーのゴルフレターというのも配信しておりますので、概要欄で見てご覧ください。それではね、一緒に90切りを達成しましょう。ブンブン、うまく伝わりますように。